日本福島県藍津若松市城南町城南町は、福島県藍津若松市の町。郵便番号は965-0809。藍津若松市市街地の中部に位置しており、若松城南側を町域とする。町名は、前述のように、若松城南側を町域とすることによる。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。 周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した会津若松市の中心市街地を形作る。東は上東町、西は米台、南花畑、南は南町、北は大手町に接する。現在の若松城、境町歴史も戦三百3 8 4年、小田垣に足の直森が東、 黒川館を築いた。これが後に黒川城、小高城と言われるようになる。その後、伊達政宗の入城などを経た後、賀茂氏里により黒川が若松と改められ、1593年には城の改築を始めた。これによって完成したのが天守、前田出矢倉などを備える城で、この際に内外の核も作られた。また、1640年、 加藤秋成は城の追っておきたにしたほか、天守を五層に改めた。江戸時代、現在の城南町周辺には、権限下角、南町分などがあった。このうち、権限下角は二の丸の南側に位置し、市屋敷、米蔵、寺院、神社などがあったとされる。また、町名の由来である、熊野権限神社の近くには、板書が置かれていた。 1868年9月22日、母親戦争の戦いの結果、若松城は開城し、現在の城南町周辺も大きな被害を受ける。明治時代に入ると、民政取締所、民政局による統治を経て、1870年に若松県が置かれたほか、江戸時代からの若松城下の町は再編され、本町、米台、小田垣、王道、 根ンした核に加えて、小田町、半米町のそれぞれ一部が合わさり、若松栄町となった。栄町の町名は、母親戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、以後栄えることを願いつけられたものされている。若松県庁が城内に置かれていた時期があったほか、1875年、新政府の方針により若松城は取り壊されている。また、 1877年に、若松栄町、南町分、仙国町分、石上分、材木町分のそれぞれ一部により、若松南町ができる。その後、1877年に、旧来の福島県、岩前県、若松県が合併されて、福島県となったことから、若松県は廃止されたほか、1889年に、 町村制の施行によりそれぞれ若松町内の町名となる。1889年、合わせて若松栄町、若松南町はそれぞれ栄町、南町の町名となり、1899年には若松町の市政施行により若松市の町名となる。1955年、当時の若松市と高野村、一木村、甲座山村、門田村、東山村、 大戸村、港村が合併、藍津若松市となったことから、以後栄町は同市の町名となる。その後、1960年代に藍津若松市の住居表示が実施され、現在の城南町周辺も対象となる。そして、1965年、栄町、南町の一部により城南町が誕生する。2017年8月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。長域西川を通る国道118号などで合図の売り合い自動車によるバスが運行されている。路線バス等の系統、編集。ありがとうございます。